はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということですね。さあ、やってまいりました。今回は、アイリットさんたちから、チェリッシュ、こちらのミュージックビデオを見ていきたいと思います。ということで、収録ボタンオフ。はい、ということで、さあ、それではやってまいりましょう。奥歯で、カチッとこう、親知らずが今回ポイントなんですけどね。カチッと噛んで、ハート型になるという。あ、ボリュームをチェックして。レッツラー、ガッツガムだ。親知らずがその初恋の親知らずなんだっけなんだっけその恋が始まるだけなんだっけそのねコンセプトまた素敵ですし、いやー面白いな。最初この親知らずの異変に気がつくというね、モニちゃんが親知らずが生えてきてと、でそこにそれを察知するわけですね、ミンジュちゃんがね。あなた、これは親知らずサインじゃないかっていうことで、これが、それなのかな、サランニークラブって書いてあるから、まあ、その親知らずクラブっていうことなのかな。面白いな。
ねえねえと、You know what?親知らず生えてきたみたいだよってことなの、ね、なるほどねってなるの面白いな。あー光ってますね光ってますね面白いな。ガムを渡すんだねそうだ面白い、すごい可愛い。あーおいでよっていうことなわけね、サランニークラブ。あでこのクラブの中ではその歯をしっかりと確認するっていうのがあるわけね。ここにあるねと。もうこの図が面白いですね。で、あーハート型に歯がなるわけなんだね。あこれがルールなわけね、クラブのルールなんだ。あでメンバーズカードみたいなのができたりとかね。歌素晴らしいですね、ミンジュちゃん、これも可愛い。必死に親知らずを磨くモカちゃん、ダンスやばいっすね今回も。結構ねバチバチ踊っててめっちゃいいっす。あ面白いこれ。テンション感、みんなはだから本気じゃないですか、その親知らずクラブだからね。でも見てる我々としてはそれがまた可愛くてしょうがないというね。あね、親知らずが抜けたら埋めるんだね。なんかこういうのありますよね、よく歯が抜けたらあの天井に向かって投げ、天井じゃないや、屋根の裏に向かって投げるとかね、下の歯が抜けたらとかって昔よくやりましたけど、そういう感じなのかなこれは。でお水分け、これもこの椅子も歯ですよね、これね、よく見たらね。あおまじないじゃないけどね、お祈りをしてっていう感じなのかな。ダンスかっこいいし可愛いし素敵。光ってる歯を持ってるのがね。で後ろにいるのが多分あのいわゆる歯医者さんで使う工具ですよね。それが迫ってきてるっていうことは歯を抜こうとしてるっていう状況で、その守り抜けっていうね、私のこの思いを守り抜くっていう、ここはいろはちゃんなのかな。あこの椅子、椅子もさ、クラブの多分ね、これ椅子なのか、なんかそのサークルのね、集まりっぽいけど、これが歯になってるってもう面白いですね。デコレーションたっぷりだ。逃げ回る。逃げ回るわけだ。面白い。可愛いですね、本当にね。ここからちょっとシーンが切り替わるね、ゆなちゃんのところでね。あ狙われてる。あこの歯を抱きしめてるモカちゃん本当に。でもねプリティは止まらないっすね。わーおそこが歯医者さんだからね、治療はしないといけないですもんね。あでも歯を抜くっていうのはその勇者の剣を抜くことと同じみたいな。でその抜いた親知らずをまあ鉄砲にため込めるとかね、はいはいはい、とか片やバズーカというね。面白いわ。
いやー、親知らず抜く前に見たかったっすね。投げちゃってね、はいはい。されたとてはい、これ私の親知らずなのって言って渡すのおもろいなおもろいな、ちゃんとデコレーションもしてあってね、で抜いた後のみんなのね、あいたったったっていう、なるほどね、面白いわ、可愛いし、しっかり可愛いし面白いですね。はあ、なるほど、なるほどね。曲もすごく爽やかですし、でもこの爽やかな音楽の中にバチバチ決め込んでいくやっぱりダンスっていうのは魅力ですよね。そこのダンスのえげつなさと、あとやっぱり皆さんの可愛らしさっていう部分と、で、まあ、今回はその親知らずが親知らずクラブっていうね、まあなんとも可愛い、なんとも可愛い。ちょっとまた気になるのはダンスでございますので。ね、次はどんなダンスが出てくるのかっていうと、ちょっとハートをねこう手元で作っていくような仕草みたいなのもありましたからね、そこも注目しながら見ていきたいなっていうふうに思うところでございますね。ということで皆さんの感想もよろしければ下の方のコメント欄いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、